せーの、王様ランキング TV ライト。さあ皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。テレビアニメ王様ランキングにてドーマスを演じております江口拓也です。よろしくお願いいたします。さあそしてテレビアニメ、王様ランキングで、ベミンを務めております上田洋次です。よろしくお願いします。そして、同じくアピス役を演じさせていただいております安本博己と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてはい、ドルーシ役を演じさせていただいております田所ひなたです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組はですね、毎週木曜日24時55分よりフジテレビノイタミナ他にて好評放送中のテレビアニメ王様ランキングにて今月放送されたストーリーの中から出演キャストである我々がこのシーンで感動した、もう一度じっくり見てほしいなど、いろいろな視点から、振り返っていくトーク番組でございます。はい、いやみんながこの T シャツを着ると聞いたんだけど、はい、着てる？なんで T シャツ1枚なんですか？T シャツって言われたからT シャツと思ってジャケットがちょっと確かにT シャツとは言われてたんですけども、まあ寒い。まあ代表してこうね来てくれてるから、来てくれてるから、もうまあ我々的にはまあもう小江口にだったら見えないもん黒い何かっていうね感じでねお送りしているわけですけれども、今回はボス王国の四天王を演じている皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お世話になります。はい、まあ第一クールでご覧になった方はご存知かと思いますけれども、ここから先のお話はもうネタバレオールオッケーでお届けしてしていいのね。はい、もういくらでもっていうところで。最終回まで言っていない。ダメです。安本さん12話から15話まで、ね、ちょっとすみません限定ね。限定です。その先はまたその先のキャストの皆様が語るというところ。取っちゃダメなのね今だから。全部その15話まで見終わってでほかほかの状態の皆さんがこれ見ていただいているというところなので、そこまでだったらいくらでもというところなので、まあね、まだ本編見てないよという方はね、見ないでください。確かに、はい、見てから、もう今すぐ止めてください。そう、ね、今すぐ止めて本編ご覧になってください。面白いからね本編見てからの方がね。はい、よろしくお願いいたします。第一クール後半ではですね、四天王それぞれ見せ場がありましたね。ようやく四天王がちょっとずつ動き出したかな、うん、みたいなところではございますけれども、どうだろうね。私主に思い出してもらってちょっと、はい、ね、思い出されることでちょっとずつ株が上がるみたいな感じがすると、ね、第一クールはね。はい、まあ、それぞれちょっとねバラバラなところからのスタートというベビンに関してはいい人いい人いい人ってこう株が上がっていく感じが早速ですね、はい、今月放送された、第12話から第15話の中から、四天王演じる皆さん特に、印象的なシーンをお伺いしていきたいと思います。さあお手元にねスケッチブックあると思うんですけれども、はい、ちょっとまずは一斉にどこがちょっと印象的だったのかなというところを、一斉に開けていただきたいなと思います。ご用意よろしいでしょうか。はいはい、それでは一斉にお開けください。こちらです。ババン。はい、あーなるほど。おいソロス誰ちょっとこれ放送していいやつこれ放送していいやつですよ。あれエムさんが書いたら魔獣です。出てきそうなんだけど魔獣です。違います違います。ドーマスって4足歩行なんだろう。それはちょっとおいおいね語りたいと思いますけれども、それではまずお一人ずつちょっとシーンを選んだ理由をお伺いしていきたいと思います。まずは上田さん、一押しシーン選んだ理由教えてください。はい、そちらはどういうシーンですか。これは、第14話王の帰還の、はい、まあこのね流れの時に僕全然活躍してなくて、はい、思い出してもらう。そう、ずっと一回本当にアドリブだけで帰って、え今日それで終わりって言われたぐらいの感じだったんで、まあ友の活躍をしたいということで、はい、ちょうど絶対絶命って時に三股がダッともう現れてもう大活躍して、はい、それでうわーってなってるとこに初めてヒリングと、はい、出会って超イケボで、はい、すごいいいイケボで佐々木さんが昔ボッチ様とあなたに助けられたヘビですなんだけど状況を飲み込めないのとでかいヘビがいきなりいい声で喋ったからヒリングがへーってなるんですあれが最高におかしくてですねなるほどまあちょっとそれをちょっと選ばせていただきましたなるほどでございますね。やっぱり
あの三つ股のやっぱ頼もしさというか、まあ、あのね冷静なね佐々木さんのあの演技と声がね、素晴らしいですね、あんなでけえでけえやつなのになんかもうすげえいい子でヘビです最高ですね皆さんもねこれを、聞いた上でもう一度見ててください。あのえっていうのがもうね絶妙ですからタイミングが絶妙な絵をぜひね、もう一度見てください。よろしくお願いします。さあ続いて安本さん、一押しシーン、こちらはこれあれですね、あのここ魔獣が3匹槍で、はい、ザーンってやられたところですね。あの逆、あの衣装が逆三角形でおなじみのアピスさんがここにいて、はい、でハンマーの下にあのドルーシがいますね、もうやられたと思ったドルーシが、そうあのこれあの僕10秒で書いてからいやそこ熱かったですよね。でも僕ここはやっぱりあの13話ってアピス的にすごいいろいろ詰まっていて、お当番ってわけではないんだけれども、ちょっといろいろな気持ちの動きとか感情の動きっていうのがとにかく一番あった回な気がするんですわ、だから覚えてるんだけど、これはもう最後にあのドルーシに、ドルーシすごいなと思うのがもうほぼお堕物だと思っていたら、アピスが僕多分今年一番大きい声出したのここです。いやすごかったですよ。いやすごかったですよね。めちゃくちゃ大きい声出したんですけど、大きい声出したら復活するんですよなんかしかもこうグググググブンってたらのハンマーがグルルルドーンってめちゃくちゃあのだからアピスっていうよりもドルーシすげーっていうまあ立場的にもアピスはこの段階ではやっぱり味方とも、まあ、敵側ではあるんで、まあまあ、いわゆる敵味方で分けちまうとそうなんだけれども仲間だしなっていう葛藤から、あの動いてしまい、ミランジョ様が、まあまあ、やれるもんだらやってみって言って大きい声出したら復活する。だからあのなんかそのドルシーっていう一言にいろんな感情が集まってるというか、いや本当にその気持ちに突き動かされたんですね。びっくりするぐらい本当にここは物理的に大きい声じゃなきゃダメだと思って、もちろんテレビだとねあのボリューム調整っていうのがあるけども、収録の現場だともう誰もが絶対こっちわーって見るぐらい大きい声出さなきゃと思って、めちゃくちゃあの一言で疲れたの覚えてる隣立っててもうビルルルってなりましたでかーそれが大変詰まった一言っていうことでございますね。そしたら復活しますか。ありがとうございます。さあ続いてタディ、はい、一押しシーン、それはどういうシーンですか。これは、はい、似てんだよね。なんか伝わりますよね。ここにいるからね。あ、いますね。しっかりいますね。でもレッドちゃんといますけど、はい、アピスがミランジョを連れて、はい、あのどこかに移動してる時に、はい、後ろからレッドが急にヒッって言いながら攻撃を2回するんですよ。はい。演じてらっしゃるのがレッドも安本さんの金役なんですよ。そうだっけ。安本さんが安本さんを攻撃してるんですよ。まあたまにあることですけどね。めったにないですけどね。本当にそこがなんかもう申し訳ないですけど笑ってしまってですね。知ってるからね。そう。それまでもずっとやってるのに急に俺がその場でヒーって言うからね。でも俺聞いてる人には多分安本さんだって分かんないと思うんですよ。レッドって、そこも含めてあの面白いしすごいっていうところで。はい、いろんな意味で心に残ったというところでございますね。本当あなたもこっちでしょ。いや僕はこっちじゃなきゃ。あのこれの第一案で出していただいたのがあのアピスのドルーシーって叫ぶところだったんですよ。はいはい、かぶっちゃった。かぶった結果こっち。こっちになった。こっちになった。もっと素手でぶん殴ってさ。あるじゃん。魔獣やっつけたところとか結構熱かったよ。目も足もちぎれたりなくなったりしましたけど、ええ、まあやっぱここ。ここなんですよ、まあ、ここなんです。おかしい。おどこでそのパワープレイ覚えてきた。まあ収録の時のね、まあ、びっくりも含めて裏話も含めてってことでね。そうまあドルーシの活躍はもう言わずもがなだからね。確かに、そこは見てる皆さんもね感じていただけるんじゃないでしょうか。さあということで私からいいですか。じゃあ、はい、選んだシーンこちらでございますね。わかんない俺その俺それって違うアニメでしょ。俺王様ランキングって見たことない。お前違う作品の話してるでしょ。これはあの王様ランキングのシーンですね。海外アニメ。海外アニメじゃないですか。王様ランキング。なんか良くない魔物に取り込まれたんだ。違います。これドーマスです。違います。ドーマスさんなんですけど、僕はこれ第15話冥府騎士団、はいはい、冥府騎士団がこちら側にガーってやってきて、まあ、あのドーマスと対峙してドーマスどうするっていうところでいろいろと奮闘して、
やったところなんですけれども、まあここの全般のドーマスがいろいろまああのボッチにまた会ってすいませんって言って お詫びにって言ってうわーってね自ら命を投げ出そうと思ったけど生き残っちゃうとか、まあ、これは股間をバーン打たれて苦しんでこうねーって急所打ちされたところで、はい、そうです。あそこもやっぱ演じる時にその一番情けないドーマスというかその打たれてうーって涙を流しながらこらえるシーンなんですけれども、まあ今まではねやっぱりそのなんかいろんなその鬼の形相じゃないですけれどもダークな部分みたいなものが結構あったりとか、あと覚悟とかなんかいろんな葛藤みたいなものがあったんですけれども、あそこがやっぱ一番ちょっと出したことない音出したいなと思ってなんかどうやったら間抜けになんかでも必死感がっていうものをやっぱりいろいろ考えてやったシーンなので、あそこはなんかいろんなドーマスの音が聞けたんじゃないかなっていう。その後死んで詫びようとするしね。そう。ゆーざ死ねない。死ねない。自分の頑丈な体が憎いっていう。そしたらホクロが何言ってんですかあんた。部下に叱られる。守ることでしょうが、あそっか。意外とそういうところも。確かにねドーマス面白いね。そういう。あれな小鹿。だっけ、そう丸ね小鹿だみたいな感じで、ね、あのすげえいい声で、下山さんが、超低音で小鹿だってあそこも含む、ね、小鹿書けばよかったのね、小鹿シーンです、ドーマス小鹿シーンですね、なるほどね、っていうところをやっぱりちょっとね見ていただきたいなというところでございます ね、 すね。さあそれぞれの一押しシーンいかがだったでしょうか。皆様もこちらをね踏まえた上でまた見てみると面白いかもしれませんので、ぜひぜひもう一度ご覧ください。さあということで、楽しい時間あっという間でございますけれども、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、最後にお知らせでございます。テレビアニメ王様ランキングはフジテレビのいたみな他にて毎週木曜日24時55分から好評放送中です。そして Amazon プライムビデオでは見放題独占配信中です。そして現在第1話から第5話を収録した王様ランキングのブルーレイ&DVD 第1巻が好評発売中です。僕たち4人も参加する7月10日に開催の作品イベントチケットの優先販売申し込み券も封入されていますので、ぜひチェックしてください。さらにですね、この4人で、5月18日に発売されるブルーレイ &DVD 第3巻の特典キャスト座談会 CD ボリューム3にも出演いたしました、はい、結構いろんな話 ね、 そうですね、させていただいたんですけれども、ね、大ボリュームでお届けしているので、そちらもチェックしてください、ブルーレイ &DVD 情報の詳細は公式サイトをご確認ください。さあということで、王様ランキングの今月放送された話数僕たち4人で振り返ってきたのですが、それではじゃあちょっと最後に、皆様に一言ずつ、いただきたいと思います。まずは上田さんお願いします。はい、まあ今回お話しした話数はもう皆さん本当にこう胸熱でこう画面に食い入るようにこう見てた回だと思いますので、まあそれでもいろいろねこう裏話なんかも今日これでお話ししましたんで、ぜひぜひこれを踏まえて上でまた見返していただけるといろいろ面白いかなと思いますので、あと今後の展開にもぜひ期待してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ続いて安本さんお願いします。はい、まあ、序盤戦はボッジの旅、ボッジの成長というものが結構クローズアップして描かれることが多かったんですけど、この中盤戦はですね、一方その子の城では何がとかそういうところも見せていって、そこにボッジが帰ってくる、でボッジが絡んだ時に、再びボッジと会った時に四天王というのはどうなっていくのかとか、国はどうなっていくのかとか、ヒーリングはどうなるのかとか、ここからまた大きくお話が動く、とても大切なブリッジみたいなところがここだと思うので、ここもいろいろ見返していくと、後々 あのセリフここにつながるなみたいなものもちょっとあったりもするので、ぜひぜひ皆様何度も何度も見て楽しんでいただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いて田所君お願いします。はい、熱くるめ突入しまして、もうここからまたどんどんね、前瀬本さんもおっしゃった通りどんどんお話が動いていくので、まあ、そこをお楽しみにしつつ、また魔人がその後出てくるんでね本当にドルーシも大変でしたが、魔人ももう何回も言いますけど、もう本当にもう何魂込めてやったので物語を楽しんでいただければと思います。
ありがとうございます、はい、じゃあ井口さんは、はい、そうですね、そのオープニングのドラマティック感、なんかいろんな、描写がやっぱ散りばめられてたと思うんですけれども、まさにそういう展開、だからまあもう先を知ってるからこそ、僕やっぱりオープニング見た時のなんかこう込み上げてくるものがものすごくて、やっぱりそれもこうやって、またアニメをどんどん見ていくと、さらにこう味わい深いものになっていくというか、ものすごいものになっていくと思うので、やっぱりここからね、引き続きね皆様、ご視聴いただきまして、ここから先もうどんどんぼっちかっこいいので、そういった、ところも含めましてね、楽しんで、ご覧いただきたいなと思います。はい、ということで番組をご覧いただいた皆様、次回ですね、2月28日配信予定の王様ランキング TV ライトボリューム5ではですね、代打役の梶裕貴さん、そしてヒリング役の、佐藤織奈さんがお届けいたします。なるほど、お楽しみにしてください、うん、それではここまでのお相手は、堂益役の江口拓也と、レビン役の上田洋次と、アピス役の安本博樹と、ドルーシ役田所日向でした。さようなら。さようなら。